真夜中の白鳥誠夜中の白鳥、ジャンフランシス・オー・ビュルタンは、フランスの装飾画家。死後バランジュビル・シュルメールで埋葬された。ジャンフランシス・オー・ビュルタンは、ロレーヌ出身で、パリ市の建築家、アレクサンダー・エミール・オー・ビュルタンの4人兄弟の長男として生まれ、1875年に、パリのアルザス学院に入学した。同窓生に、アンドレジット、 ピエール・ルイスがいる。その後パリ国立高等美術学校で画家のテオドール・デビリの下で学んだが、ローマ大将への応募作品を提出することなく、学校を去り、アルザス学院時代の同級生の姉妹で、宝兵大将軍の娘マーサギロアと結婚した。そして二人は1893年に、イタリアへの長い新婚旅行に、旅立ち、そこで15世紀美術の源に回帰していった。 1897年に、彼は、ロスコフト・バニュルス・シュルメールの水中水族館で、動植物の研究を行い、ソルボンヌ大学動物学科の行動のための大きな、装飾画を描くのに有益な多くの海底の動植物のスケッチを描いた。この画は1898年に完成し、後日イブリー・シュルセーヌにあるディーポ・デ・ウーブルディー、アート・デ・ラビル・デ・パリに予託、保存された。彼は、 イルドール島やイエール諸島のポルケロール島に長期に渡り滞在し、また、プルターニュ地方のエルキ、イルドブレア島、プルーマナック、ベルイルアンメール島で多くの優れた作品を生み出した。さらに彼は、コルシカ島、ピレニエ山脈の山々、ランド県の湖群、そして友人で画家のアルバート・ベナールと妻で彫刻家のシャーロット・ベナールが住むアヌシー・コハンのタロワール村等も訪れている。 彼は、パリのリヨン駅の装飾担当建築家のマリウス・トゥドアールの友人で、1900年にリヨン駅のベルエポック町の装飾で知られるレストラン、トランブルーの装飾に参加した。また1905年に描き換えられた絵画の一部の制作にも関与した。1904年に彼は、オートノルマンディ地方のバランジュビルシュルメールの素晴らしい、 土地が気に入って1907年に土地を購入し、弟で建築家のジャック・マルセル・オービュルタンに建築を依頼した。また彼は、クロード・モネが描いたバランジュビルの税関士の小屋で有名で、ギオーム・マレが造園したバランジュビル村のボア・デ・ムティエ庭園の建築に協力した。彼はまた、サンクルーのカルの丘岩にパリのアトリエを有し、そこにでオーギュストロダンとの友情を育み、彼らは、 仕事に合わせて、モデルを交換するなどした。またそのアトリエで、1914年に、彼の友人で、アメリカのダンサーロイ・フラーとそのバンドがショーを行った。彼はまた1909年から1920年に、かけて、イサドラ・ダンカンのダンス学校で、クワッシュ画を描いた。レジオンド・ヌール勲章受賞者である2005年以来、オートイコール・ビエンヌ県、ナンティア町役場に本部を置く。 ジャンフランシス・オービュルタンの友人と子孫という教会があり、オービュルタンの詳細な注釈付きカタログの作成と、彼の作品を紹介、奨励する活動を行っている。中、RMN、フランス国立美術館連合。ありがとうございます。